新型肺炎の感染者数と致死率。本日時点で明らかになっている新型コロナウイルスの感染者数について簡単にご紹介いたします。まず感染者は1 4380人。そのうち重症者は2110人。その他2万人の感染が疑われております。 さらに死者は304人となってしまいました。現時点での致死率は2.1%となっており、中国以外では26カ国において170人以上の感染が確認されております。日本国内においてもこの新型コロナウイルスの感染が確認されておりますので、皆様、 手洗いを徹底していただき、予防に努めていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。